どうもー、影やんです、春キャベツですね。これ春キャベツの置いてるプランターの場所が変わりました。このね、玄関の方への近くにこう置いているというところで、このままこう歩いていってですね、これはチューリップですね。でチューリップがあって、ここがまだ空いてますね。空いてる場所があってですね、それでこれがわけぎと白菜ということになります。わけぎと白菜、ほんで、これがイチゴということです。以上です。